美しいハーモニーだな、リリースだぞ、聞いたか、そういう感じで、もうね、てるてるワイド200回おめでとうございます。石川ひとみです。てるてるワイド文化放送ちゃんちゃん、ちょっと外れたとこ良かったでしょ。ということでどうもありがとうございます。花束までどうもありがとうございました。嬉しいな、本当に、ね、文化放送てるてるワイド、またしても生だぞ、育英ちゃんだぞ今度は。こんばんは。みんなもう悶絶しちゃっただろ、そういう感じで、どうもありがとうございますね、はい、そういうことで、育英ちゃん11時になりました。映画風切りは8月8日の松田聖子です。ロバがやってる3時間背中で遊ぼう3時間、てるてるワイド文化放送じゃじゃん。しかし所さん、歌手ですか。だってもう酔いが覚めちゃってもう頭痛いんだもん。そこはないかビールくないんだ聖子ちゃんとビール、もうこれね、夜はこれからてるてるワイド文化放送、もうボキボキボッキンというそういう雰囲気で、倉田真理子さんだぞ今の、生でジングルやってくれちゃって、てるてるワイド文化放送ちゃちゃ、はい、ありがとうございます。マッチの生ジングルでございましてね、そういうことでございまして、てるてるワイド放送200回のスペシャル生放送もいよいよ盛り上がりの頂点へと。なんか嫌な喋りしてんな俺な、もうほんと聞くの嫌になっちゃったな。いや改めて聞くと嫌だねこれね、なんかやっぱ化粧声だね、考えてみるとね。あ、嫌な時間過ごしちゃったな今。とにかくね、もうちょっとマシかなと思ったんだけど最低だな。あ、なんか今の夜聞くと同じような感じだねこれ、今の若者向け番組みたいな感じでね。あ、今日はねとにかくすごいですよ、スタジオの中がもうなんか老化しちゃったやつばっかりがスタジオの中いるしね、表は表でね、昔てるてるワイド聞いてたっていうのが文化放送の社員になって、今数えてみると3人ぐらいいるんですよ。で、あの、いつもヤルマンやってるあのコンちゃんもですね、当時秋田でヤルマン聞いてたから、あ、テルテルワイド聞いてたから今日やりたいとかなんか言ってですね、だから非常になんか妙な感じだね。やるのやめようかこれな、すごく嫌だな。自分の喋りが大体嫌いだもの。やっぱ進化したんだねこれ、聞いてみると。あれがね嫌だなと思うのは、あの時よりも今の僕の方が偉くなって、しかもいろんな蓄積も増えたっていう感じがするから、そう聞こえたんじゃないかなという気がするけどね。あー、なんでおまたがいないんだろう一人喋り久しぶりだから、なんか錆びついちゃってんだよ本当にね。とにかくですね、今日は、これからどのくらい行くのか、4時まで行くらしいんですけどね。今から16年前ですからね、僕はだから20代最後の年に、まあ、この番組、あ、てるてるワイドは始まってたということで、今日あの復活てるてるワイドって言うんですけどね、うん、ちょっと生かしてもらってあと死んじゃうっていうね。考えてみると、でもやっぱね、僕は放送番組持ったのがセイヤングが一番最初なんですよ、まあ、正式に言うとね、まあ、自分の番組だなっていう感じで。でセイヤングをやめるとき非常に嫌な気がしながらね、まだセイヤングやりたいなと思ってんのにてるてるワイドやらされて、で、あ、ダメだろうなこんな番組なんて思いながらやり始めたら、これ当たっちゃったんですね。まあ、当たったから会社辞められたしね、でてるてるワイドがあったからやるまんもあるわけなんですよ。これ繋がってんですよね。で全部ね聞いてみるとね、てるてるワイドよりセイヤングのは嫌な喋りしてるんですよ。でその前のね表回りの仕事を僕やったことあるんですけど、それもっと嫌なんですよ。つまり俺は進歩してんですね。だから昔の放送を聞いて面白いと思うやつはね、多分進歩してないんだな、多分な。あのまんまで終わっちゃうやつが多い中で僕はここまで来たわけですよ。だからあの文化放送のアナウンサーの中では出世王と言われてますからね。美濃さんも変わりましたからね、昔嫌な喋りしてましたよ本当に。ワイドナンバーワンとか聞いてみるとうんこみたいな番組ですからね。今ようやくあのウィークエンドを捕まえろでいくらか持ってきたんですよ。もう昔は全然ひどいですからね。さあそういうことで、余計なこと言ったらなんか寂しくなってくるから、それではお届けしましょう。今日は5時間の生放送、11月3日と4日がですね文化放送の日というふうに多分塚本さんが決めたんじゃないかなと思いますけど、よくわかりません。そうじゃないのこれ、誰が決めたの分かりませんね、誰が決めたか謎ですけども、文化放送スペシャル復活、吉田テレビの夜はこれからてるてるワイド。どうなってんだよ。おいおい、星がチカチカまたたいて、夜になりやした、星屑より
しく惹かれ、半島の熱いやつがスターさん。 Tell me 汗を飛ばし Tell me 歌え、ピカピカの夢を夜はこれから。ダメだよ、喋りが硬いから。もうだからスタッフも固くなっちゃってるからテーマがあんな感じですけどね。まあ改めましてこんばんは、吉田照美ですっていつもはやってたんですけど、この時間そんなこと言ったらバカみたいですからね、そんなことは言う必要はないですけど、今日はあの来る途中にですね、いつもあのゴンダーラのところから四谷見附が車でわっと抜けてくるんですけど、まああの並木が非常に綺麗でね、でつくづくね、あ、てるてるワイドに俺は向かってんだと。てるてるワイドをやってる頃はあのスタッフから小岩からですね、四谷のあの総武線乗ってなんていう生活をやってましてね、自分の今置かれてるあの今状況というのは随分違うなとね、あの頃はねやでやでしょうがなかったんですから、アナウンサー出世しないしね、どこまで行ったって大したことないし、どうしようかななんて思いながら、でもまあ与えられた仕事をまあ真っ当にやって定年まで多分行くんだろうななんてことを思いながらですね、ずっとやってたんですよね。だからもう本当にねダメですね、進化しないと。もういろんな番組あの文化放送もやってますけどね、進化してません。つまんない番組で多すぎるんですよ、本当のこと言うとね。なんでこんなこと俺言ってるんでしょうか。時間が来たんで今日も一つ、今日は4時間よろしく最後までお付き合いください。なんか嫌ですねこ の, あのジングルが、あ、ファックスが来まして、テルミ暗いぞと、そういうことですけどね、これはあの川船がただ自筆で書いただけなんですけど、あの今日はあの一応内容を説明してなかったんで、改めて説明しておきますとですね、今日はあの懐かしい番組とかですね、それから忘れられない名コーナー、これはあの今ぶつけてみてどうかってのは全く分かりませんけど、とりあえずぶつけてみます。から思いがけないあの人物、まああのてるてるにあのまつわるですね、いろいろ当時あのレギュラー持ってた人とかね、いろいろいますんで、そこら辺の声も多分お届けできるんじゃないかなということで、今日とにかくね一番無駄なのはアメリカ旅行をプレゼントします。これ一番無駄だと思います。制作費のねほとんど無駄遣いだと思うんだよな、これな。これね出てくれた人にね、本当にね当時あの目指すアメリカンヒーローという番組あったんですが、本当にねアメリカ旅行をプレゼントします。一回こっきりの番組ですからね。これがね非常に不思議なんですけど、なんでこれが OK 出ちゃうのかと。文化放送のやることはね時々分かんないことがあります。僕は文化放送の方針に従わなくてここまで来た男です。だからあの西安宮って番組やっててね、まああのロマンポンの好きだったんですけどね、ああいうの出たかったんですよね。まああの一応パブが効くなんて言うんでね、でもああいうのもねお伺い立てるとねダメって言われちゃうんですね。だから出ちゃう、取材に行っちゃって現場で監督に出ろって言われたんで出ちゃいましたって言うと文句言わないですか。この方法でねずっとここまでのし上がってきた男です。そんな吉田のてるてるワイド、まず最初のコーナーはのっけから丸儲けでございますね。これねどうしてこういうタイトルになったかというと、当時鬼の林山という人がいましてね、怒るとって鼻鳴らす上司なんですよ。すごいんですよ、今どこにいるか分かりませんけど、仕事のできる男でした。もうねもうやるまんじゃないや、てるてるワイドが始まる、僕西安やってましたから、これ今度は時間が浅いところで若者向けやってもらうからって言うんでね、当時ダイヤモンドホテル今もありますけど、あそこでね二人きりで飯食うんですよ。もうそれが嫌でね、もうクンクン言いながらですね、もう手ほどきするんですよ。もう怒ってんですよ、もう怒った時はクンクンするんですけどね、眼鏡こうやってずらしながらね、ああやだなやだな、この人と、もう前からもう噂聞いてましたから、この人と仕事やると大体怒鳴られると、梶原さんが怒鳴られましたしね、もういろいろ噂聞いてみんなノイローゼになって、ね、会社休んだりなんかしましたから、当時梶原さんなんかもね、やだなこの人と仕事やるのなんて、飯食いながら飯まずいんですよ、もう一生懸命飯食ってまずいんだけどね、まあでもまあお任せしようかなみたいな感じでね、覚えてますね。ちょうどね8月のね終わりぐらいかな、2人っきりですもん、本当になんかあれほどまずい食事ってね生涯一度っきりですね、あれは嫌でしたね。しかしねあの方のおかげで当たっちゃったわけですね。すごかったですからね、もう政治力がありましたからね、あの人が来いって言うといろんな事務所のタレント集まっちゃうんですから、欲しいですねああいう人がすごかったですよ、もう無理難題言っても林山さんが言うことなら、クンクンやられるのが嫌でね、みんな来るんですよ、あれはすごかったです文化放送があの部下以外でもあのクンクンが嫌だって人は多かったらしいですよ。そうそうそう、それでその林山方式でもうとにかく文化放送何やってもうまくいかないから日本放送の真似しようって言うんで、タイトルからもう全部ね
当時こののっけから丸儲けでいかにもね有楽町風の匂いがあったんですね。でこれみんなねだからトータルしてみるとねあの方の考えが全て正しかったんですね。うん、で、まずはですねこののっけから丸儲けラッキーテレフォン曲当てクイズこれからなんですけどね、まあ、あの有名な曲の一部分がちらっとかかるんでそれを聞いてもらって曲名を当てていただこうという、こういうクイズで、ね、今からあの参加していただく方は電話受け付けたいと思いますけどね、本当にこれ受け付けんですよ。なぞってるだけじゃないですからね、今日の賞金が今日のって今日しかやってないんですけどね賞金は5000円からスタートです。5000円ね、はした金ですよね、でも我慢していただきましょう。受付電話番号は、こちらでございますね、東京03-3359-1134、東京03-3359-1134、ね、この番号で、総勢10人の今日初めて さっき挨拶したねなんか若めの女の子が待ってますんで、一つ美人オペレーターというふうに一応言ってきましょう。あなたからの電話お待ちしてますんで一つ電話がつながったら大きい声で、あそうですね、体位はどうと一声言っていただきながらですね、はい、ということで、どんどんとお電話をいただきたいと思います。もう寂しいですねこの男とねもう何年仕事やってますかね。遡ると夕焼けワイドの夕焼けトピッカーというですねそんな表回りの仕事からこのね、当時は黒コーナーつったりなんかしてましたけどね、とにかくあの電話をどんどんいただきたいいいですか。それでは行きましょう。電話受付スタートなんて言うとね当時はあの作ったあの電話の音をバーッと鳴らしたりなんかしたもんですけどね電話がかかってこなきゃかかってこないでいいです。どうせあのかかってきてんですか。愛情受けてますね。だから当時のやつが聞いてる可能性はねほんと少ないと思いますよね。当時ねてるてるワイドあの終わる時もねちょっと涙ぐみながらお別れしたもんですけどね、あ当時の気持ちを持ち続けるってのは大変です。僕は持ってないんですから。とにかくもうてるてるワイドはあのありがとうという気持ちありますけど今更って気持ちは本当のこと言うとありますからね。もうだから今が全てですから今が最高こういう人生で言ってますからね。今が良くないとダメですね人間ね。はい、そんなことでね一つやる気がなくなっちゃいました。さあ今日の1曲目お届けしましょうか。もうねこれがまたねキングオブ意欲を喪失するようなあの選曲でねまたあのこの今急降ってる白石というのがですね今 JCM ってとこに行ってますけどね早く文化放送戻りたいらしいんですけどなかなか戻してくれないらしいんですよ。よくわかりませんけどまあやっぱりね、なかなかこう自分の思うようには組織に入るといかないってんで僕は会社辞めたわけですけどね、まあ、この男が選曲しちゃいましたからね妙に思い出があってですね僕に Q を最初振らしてくださいとかテーマは僕が出したです。でテーマがよれっちゃったりなんかしてどうなってんだろうねこれね相当準備しすぎちゃったのかもしれないですけどね、まずはそんな選曲でございます。吉田照美とリリーズ夫婦茶碗ワン。吉田照美です。部長さん課長さんこの時期やっぱり不倫です。リリーズです。アフターファイブは私のことだけ思ってください。これから
活吉田テルミのテルテルワイド。この時間は日本労働組合総連合会連合、日水製薬、札幌ビール、ラオックス、仙台秋保温泉、ホテル瑞宝、花と緑の専門店ベルプラザ、以上各社の提供でお送りしています。クリニカ加藤和子です。プラークコントロールすれば虫歯は防げるそうです。歯医者さんが教えてくれました。プラークコントロールとは歯垢を確実に落とすこと。プラークコントロールのための歯磨きと歯ブラシが生まれました。クリニカライオンから。働きっぱなしじゃ消耗するだけですよ。例えばほら電池だって使い捨てタイプより充電する方がたっぷりいい仕事しているでしょ。週40時間労働制の来年4月完全実施を私たち労働組合の連合は応援しています。絶好調ですね。ええ、胃腸の調子がいいですからね。で、日水ガロール単純と消化酵素が胃の不快な症状をすっきり苦さが効きます。日水ガロール。二日酔いのムカつきにはガロールマック S 顆粒日水製薬。お求めは日水会加盟店で。冬の夜道を歩きながら僕は言葉を探していた。彼女の吐く息がやけに白くて気がつくと肩を抱きしめていた。彼女の笑顔がはじけた。冬だ、喉は夏だ、札幌冬物語。じゃーん、ラオックスでデジタルビデオカメラを買った。あのね、今度の休みにドライブに行きたいんだけど。今度の休み？オッケーオッケー、空いてるよ。あなたはいいの、ビデオカメラだけ貸して。引っ張りだこの人気です。デジタルビデオカメラを買うなら。夢から夢へ、夢が足りなくなったらお出かけください。仙台秋保ホテル瑞宝。秋は球根の植え時です。チューリップ水仙ヒヤシンス。花と緑の専門店ベルプラザでは今球根がお買い得。チューリップだけでも100品種の品揃え。お花のことなら何でもお任せください。川口グリーンセンター北1キロのベルプラザ。よということで、なんか CM 長いですね。なんか待ってるうちに嫌になっちゃいますけどね。もうでスタジオはですね、当時 の, あのスタッフ の, あの構成の川船と、あの当時あの水曜日かなんかよくやってたあのディレクターの中根がいてですね、あのクレジット読み吉田瑠衣子がいまして、嫌な仕事ですよ吉田瑠衣子。ただクレジットしか読ませてもらえないんですから。思ってますよ、心の中で嫌な仕事ついちゃったななんてね。今あのチー竹雄さんとやってますけどね、伊藤さん終わっちゃったから、ああ目立つ番組終わっちゃって悲しいやね本当に。さあ、ラッキーテレフォン許可テクイズ、参加の電話受付この時間で、締め切らせていただきます。たくさんの電話ありがとうございます。もう本当にね、来ないんじゃないかなと思ってましたけどね、当時のテレテレ聞いてたって言ったって嘘言ってる可能性もありますからね、信用していませんけど。まずお一人目でございますね、千葉県は流山市、29歳会社員の、中村正和ちゃんですか。もしもし。もしもし。こんにちは。こんにちは。29歳今何してんの今日は。今休みです。休みなの、はい、今日予定ないの。今日は部屋掃除しなくちゃ。ああそうなの、独身なの。はい、独身なの。で結婚してます。あ、結婚してんの。はい。何、掃除もちゃんとやるの。かみさん今日仕事だから。あ、かみさん働いてんの。そうですよ。あ、そうなんだ。はい。どんな仕事してんの。僕ですか。うん、僕はあの縫製業をやってるんですよ。あ、そうなんだ。言ったけど一応それで何、あの土曜日はどうなった。日曜日休みだけど。土曜日は仕事なんです。あ、それ仕事なんだ。はい。週休1日。そうです。あ、テルテルワイドは本当聞いてた。聞いてましたよ。あ、何歳だったの。中学高校ですね。ああそう、はい、俺も昨日ね、あ、一昨日かな、頭やりに行ったんですよ。はあ、あの青山のモーズヘアってとこ行くんですけど、はい、ね、でいつも最初やってたもらった人は忙しい人なんでね、あ、人のいい人選んで、あさりさんっていう人にずっとやってもらったんだけど、その人は今度ね店持つっていうんで、あの吉田さん、あのお店持ちますんでこの近所にとか言われて、あ、その人にじゃまたお世話になろうかななんて思ったら、最後になってから吉田さんもう夜はやらないんですかとかなんかいきなり言われて、はあ、え、夜って何ですかって言ったら、いや、あのテルテルワイドとか言って、その人もね聞いてたんですよ32で。どう見た
たってね、頭薄くなりかかってて、でひげ生やしてて、俺より薄いで見るんで、白髪まじりで、まいたら、じゃあ32だったらやっぱ効いてるなと思ってね、ちょうど同じぐらいですからね、中村正和ちゃんもね、一番印象残ってるのは、当時何が印象残ってますか？谷村さんファンだったの。ああ、じゃあ俺のことは関係ないんだね。いえいえ。谷村さん、じゃあ青春チャンパス？そうです。谷村さんは話術はすごいからね、うん、俺はやっぱあの方はね、今も本当文化放送やってほしいと思うけど、もうやんないんだよね。懐かしいやね。時々しか僕らも会えませんけどね。やっぱ天才秀才バカとか好きなの。そうですね。青春キャンパス自体は結構真面目な作りしてたからね、天才秀才バカ毎日やってもらったら本当は良かったと思うんだけどね。今日はじゃあまたね。はい、どうもありがとうございます。頑張ってください。どうも。お母さん汚い声だから喋んなくていいんだけど、もうちょっとなんか若い間雰囲気欲しいよね。てるてるワイドなんだからね。ということでございまして、まあとりあえずみんな入っちゃったということですね、お金はね。まあ11月3日と4日は文化放送の人だから、今年から始まったんでしょこれ。去年はやってないよね、こんなことね。だからこれからしつこくやるんでしょこれ。11月3日4日、2日間にわたってやるっていうのはすごいですね。とりあえずこれはもう文化放送オリジナルですから、僕はこのアイデアいいと思いますよ。11月みんな8月8日はフジテレビの人は1日しかやらないの、欲張りに3日、あ2日ですね、2日やるってとこが大したもんですね。今日11月3日文化の日は復活吉田テレビのテルテレワイド、午前11時から午後4時まで、スペシャルで生放送やるということでね。まあとにかくね、この番組始まる前っていうのはミノさんのね、さっきもちらっと言いましたけど、ワイドナンバーワンっていうのが多少なんか少しは聞いてくれる人いたのかな。大したことなかったんですよ、みんな。もうとにかくね、あの有楽町に負けちゃって、もうどうにもないっていうところならないっていうところを大体受け持たされることが多いわけです。で昼もそうですよ。だからまあ自慢話になりますけど、俺はすごいんですよ本当に。意外と評価低いんだよこれが。意外と文化放送でも評価低いですから、ようやくここ少しね、前からすれば少しだけ評価がついてきたかなという感じですよ。だからね、大体色物っていう分け方しますけどね、まあ、色物なんですよ。こうスポーツ番組、ニュース番組からすればね、色物というのは評価低いんですよ。でもニュースでね、評価高いかというとアナウンサーは報われませんからね。うまいニュース出したってそれっきりですから、あとどっとこないですから。うまいニュース読んだからってね、大したことない。もう時間切りですか？あ、時間来ちゃったみたいですね。とにかくですね、ではいただきたいです、てるてるワイドの思い出ね。何でも結構ですからね、どういうコーナーが、不良少年探偵団のコーナーが好きで会員証持ってたとか、何でも結構ですね。あのオリジナルテレフォンカードをね、今日のために作ったやつ、限定100枚ですから、これをあげますんで、受付電話番号は東京 03-3359-1134、東京 03-3359-1134、そしてファックスの方は東京 03-5269-1138、東京 03-5269-1138、ということでお待ちしてますんで、電話受付スタートね、よろしく。それからね、もう一つすごいです。さっき言った無駄なお金入っちゃいますからね、旅行プレゼントで学校対抗でアメリカ旅行にチャレンジしたクイズ、アメリカンヒーローを今日またやりますんで、お一人にアメリカ西海岸6日間の旅をペアですよ、ペアでプレゼントで、3人1組で当時参加しました。今日は1人で OK ですから、好きなあの男とか女とかね、どんどん言っていただけます。でアメリカに関するクイズ7問正解まで、問題数の少ない人がこれ勝てると。で午後2時過ぎに5人にチャレンジいただきますんで、アメリカンヒーロー参加したい方も今から電話受け付けます。こちらも東京 03-3359-1134、東京 03-3359-1134、 なんかこっちの方が電話多くなりそうだから、思い出の方を言うように一つやろう。今気持ち分かった。今みんなこっちに切り替えてるっていうのが分かるんだよ。ここまでね、長くねラジオやってて見えるんだ、この本当にね、番組への一言こっちも一応ね添えて、吉田がすごいとね、お願いします。強力若元はお米や麦の胚芽がベースの胃腸薬、消化酵素が弱った胃を助け、生きた乳酸菌が腸を整えます。胃もたれ、胸使え、便秘、成長にダブルの効き目、強力若元。胃に効く、腸に効く、若元。こんにちは、田中ひろ子です。秋に嬉しいグッドニュース、キグナス石油では SJ バーンオイルの発売を記念して、2500円以上お買い上げになると抽選で最高5万円がもらえちゃう秋のキグナスフェア実施中です。ゴーゴーキグナス、当たれ当たれ5万円キグナス。社長の私は社員のためにも中小企業退職金共済制度に加入しました。これで安心です。私たちも安心して働けます。国の援助で従業員に退職金が支払える中退金制度、明るい職場づくりに中小企業の中退金。お申し込みは最寄りの金融機関へ。ニッケコルトンプラザはおかげさまでこの秋8周年。11月1日から5日までは全館お得なハッピーセールを開催。福袋や800円、8000円など8にこだわったお買い得商品を盛りだくさん。日頃の感謝を込めてご来店お待ちしております。ニッケ
緑の森のゴルフ練習場フォーシーズンズゴルフガーデンに本格的サウナ、クリスタルシャワールーム、壮大遺跡のジャグジー風呂が誕生。たっぷり汗をかいた後のそよ風付き露天風呂もまた格別。なんだかゴルフしてるっていうよりもリゾートホテルにいるみたい。フォーシーズンズゴルフガーデン、ゴルフも露天風呂もリッチに楽しめる。一年の金銀招福を祈願するおとり様、11月8日一の鳥には江戸川区文化センター隣、新小岩薬除香取神社。風の神様もダイエットしないと。もうダイエットしてまんねん。え、海源のこれカットそば、これカットドリンク、これカットスープと味噌汁は海の食物繊維やから食べてダイエットできまんねん。海源のこれカットシリーズ、ご注文はフリーダイヤル 505-512。さて、吉田可愛いですね。最初の頃は緊張したりなんかしてね、まだうぶな心を持ってる吉田にね、自分だからにちょっとなんかこう自信持てましたね。まだ若い、45でこんな若いやついないですよ。まあ、前見てこうすんごい年取っちゃってますからね。同い年のね、このひどい最低の男ですね、この男は。このランジェリーパブ行って妙に興奮して目がギラついちゃってる、嫌なとこ見ちゃいましたからね。鍋やかんだけですよ、喜んだのは。さあ、そういうわけであのテレテレライト振り返るまだジングルとかね、テーマも満足に出せませんでしたからね、怒ってる人もいるかもしれませんけども、まあとにかくね、当時自信があったのがね、まあ表で外回りですね。だからもうその前からあの夕焼けワイドという番組であの表回りしてましたから、表は回る自信があったってそれしかできなかったんですけど、だからもう西洋具という番組の頃からそれを売りにしてやってましてですね、当時まあいろいろね、あの話題になるようなこともあったんですけどね、であの番組ね自体もテレテレワイドは、ね、よくあの、まあ、受験生のためと偽ってですね、あの太宰府天満宮なんて九州の方出かけてね、恒例合格祈願太宰府からなんてやったりとかね、あとノーパン喫茶、生放送なんてやりましてね、当時これよくやらせてくれたなと思いますね。だから一応あのやっぱ鬼の林山がね、懐がでかかったんでしょう。上をお伺い立つはこんな普通はね、ダメだこんな若いやつ向けにこんなのなんてなことをね、未だにそういう傾向があるんで弱ったなと僕は思ってるんですけどね。あとあの吉田テレビのサンタなんですね、これあの結構早かったでしょ、サンタさんになってあの行くなんていうのはね。あの今テレビで明石家様さんが恒例でやってますけどね、こんなこと当時誰もやってませんでしたから。あとファイブドアーズ、これね今なんだそれ5つの扉みたいななんだと思う、これあのやっぱ風俗ですこれね。いや覗き穴があったりね、いろいろ楽しいとこがあったんですけどね。いやこの間ランジェリーパブ初めて行きましたけど、くだらないですね。あれよりもこのね覗き穴のがよっぽどもいいですよ。あんなんであんな、とれあれ翌日だったからお店の人聞いてるから悪口言いませんでしたけどね、あれ行くもんじゃないです、あんなの本当に。あら子供騙しですよ、ソープ派だったらもう怒りますよあんなのね。あと日本全国生放送、種子島から稚内までよくやりましたね。これ本当に2週間ですよ、種子島スタートして放送機材持っていくんですから、毎日2つですよ、あの重いジュラルミンのケースの。もう仕事する気しないですよ。なんか楽しい思い出あったのかっていうと、聞いてるやつに会うだけそんなの面白くないですよ正直言って。あともうちょっとなんか余力みたいなものがあればいいんですけど、何にもないですからね。ただねやっぱりやったなっていう充実感はこれありましたけどね。まあそういういろいろの中からね、歴史的な放送の一つに今じゃこう決してやれないという、今やれないんですよ、昔やったんですわこれね。昭和56年3月20日放送の山手線一周生放送、画期的だこれな。これちょっと聞いてください。わーいわーいわーい、ぼえー9時だよ。ほらほら、やりたくなかった。ほら新宿駅でやりたくなかった。人が僕を猿のようなやってるような、そういう目で見てるじゃないか。そういうわけで私は生きた人間山手線と言われている、人気がとどまるところを知らない、終点を知らない、所ジョージさんです。ボイよくやりますね。私人呼んで人間山手線、地図の通り顔が楕円形、ぐっと長い人間山手線吉田テレビでございますが、電車が今到着しましたけどね、所さんいよいよでございます。何がいよいよ、いよいよ山手線人道中。当時はこういうことやりましたけどもね、しかしどういう仕事やらせんだこれ。もう本当にこの道長くてね、それならよくやります。もうみんな見てるじゃないか、恥ずかしい。人間恥知らずという雰囲気だ。僕はテレビ出てんだよ、はい、君はラジオだけだからいいけどね、はい、恥ずかしいじゃないか。ほら台本読みに来てる人までいるんだから。それでは行ってみたい。ジョージトルミの3時間珍道中、何が起こるかわからない山手線一周、よしだどんどんどん、テルミのどんどんどん、テルテルワイド文化放送。じゃあ恥ずかしい。それでは行きます。文化放送吉田テレビの夜はこれからテルテルライド。恥ずかしい。
そのテーマの出し方この時のやっぱいいもんね。ダメだよもう出したいって言った割に変なテーマ出したんだよな白石もな。え所さんもねだからこの頃は結構不遇だったんですよ。テレビは出てたけどね日本放送切られちゃったりなんかしてね、あの氷河期だったんですね。そこを結構林山が救ってあげたりなんかしてね、あとで利用しようと思ってたに違いないんですけどね、それできずに終わってしまいましたけど、まあとにかくあの独占ロバの外回りっていうんでね、まあ当時あのロバなんていう風にこれあのマッチが言い始めたのかな、定着してね街歩いてりゃほんとロバとか言われてね、人参もね文化放送に腐るほどあの送ってこられたりなんかした記憶がありますけどね。まあとにかく表回りはね辛いです。だからあの普通の社会人も表回りはやっぱ嫌ですね、気使うからね。だから見られてるってのは嫌なんですから、僕なんか気が弱いですからね。あのあとなんだろうな、そう独占ロバの外回り今ディレクターの中根がいますけどね、なんかね中根の企画なんですよ。でねあの帝国ホテルのね下で飯を食うっていうあのレストランのあれが一番嫌でね、テーブルの下であれが嫌だったなぁ。もう一人で行くんですから、で離れたところにスタッフがいてね、で見てんですよ。で俺がなかなか潜ろうとしてもね、やっぱそういう帝国ホテルのレストランって失礼、あのお客さんに失礼があっちゃいけないから常に巡回してるわけです。で潜ろうとしても目が合ってるから全然潜れないんだよ。でどんどん時間がもう15分ぐらい経過したらそばで鬼のような顔してね、中根もいたのかもしれないで、早く潜れ潜れ潜れなんていう感じで、もうテープの時間もあるからね、はーって潜ったら誰も気がついてくんね、何のために潜ったんだお前はみたいな、あれ便所行っちゃったのかなみたいな感じでね、あれは参りましたね。でテーブルクロスの隙間からねこうやってずっと見てたら、ちょうど正面にあのなんかそのウェーターみたいなのがちょうど目が合っちゃってね、スカスカスカなんて来ちゃってね、それであのお客様どうなさいましたかとかなんか言われて、いや地震が怖くてだってもう状況を設定しちゃってね、だからあの大丈夫ですからなんて言いながらね、それであのお金払う時がねちょっと辛かったんですけどね、今薪が入ってますから。でねあのいろいろやった中から反響が大きかったのが、あの美空ひばりさんのモノマネをしながらねハンバーガー買いに行くっていうね、まあどうってことないものなんですけど音があるんでね、ちょっとそれをね聞いてもらいましょう。ハンバーガー一つくださいな。ありがとうございます。あー、スパイもくださいな。おいくらに。やだなこれ聞いてんの、ちょっと笑いすぎですね吉田がね。これでもねネタとしてはね、とりあえず僕はマニュアル通りに喋るところ口がちょっとまあ失礼な客なんですけどね、そうやってどうかなっていう、一応ここら辺がまあ良かったかなというあたりですね。でねこの話をなんで詳しくやったかというと、今あの外回りでね文化放送で第一人者と言われます。あんまり輝かしくないんですけど文化放送外回りの第一人者なんですね。だから内部ではいろいろあの圧力もあったりですね、火花が散ったりしてる部分もあるんでね、結構僕はもうちょっと評価すべきだと思うんですけどね、やっぱ評価低いです外回り。もうかわいそうです、バカなことばっかりやってますから。ヤルマンでもおなじみのですね、寺島寺ちゃんがですね、FM カーで外に行ってますんでちょっと呼んでみたいと思いますね、お互いに評価の低い気持ちが分かる男同士の会話です。寺ちゃん、はいどうもテレビさんこんにちは。どうも、いや本当に低いです、嫌な感じすんね、評価低いですね、この相方は。ええいや本当に当時はあのおったてクラブなんですね。そうですそれであの太田がいたんだっけこれ、いやあの大木さんと、あ大木だったんだ、竹内さんと、もうそれも忘れちゃってるんだ、あと倉林と今日テレ行っちゃいましたけど、ね、倉林に言ってちゃったな、文化放送辞めちゃって安く受けた顔でニュース読んだりなんかするけどね、そうなんですよね、あ幸せなんだろうねあいつはね、そうですよね、それでテラちゃんが手なんだよね、そうです、で私が一番ビリだったわけですね、そういうことだね、もう力もなくだから力関係でまだあの新入社員に近いから、いや新入社員でしたから、あ新入社員だったのこの時、ですからあのテレミさんのこのテレテレワイドが始まって、うん、それで翌年私入ってきたんですよ、あそうか、まあですからね、うん、あのそこにもいると思いますけど、うん、あの今じゃ大プロデューサーになっちゃった、うん、ね中根氏、中根氏のオーディションかなんか受けちゃったりしたんですよ、オーディション同期の倉林と、あすごいね、それであの落っことされたりとかですね、うん、もういろんなことありましたね、あそう、まあね、とにかく今あのテープは聞いてもらったでしょ、ね、はい、とにかくそういうことでね、今の栄光のテープを聞いてもらってテラちゃんと実力の差を見せつけちゃった感じがね全然しないんだけど、舐めてかかられちゃうような感じがするんだよ、ね、そんなことありません、とにかくねあのテラちゃんも今ヤルマのお助けマンチーフとして、うん、あの頑張ってるんで特別にねこのハンバーガーショップのネタを君にあげよう、あら、うん、そうですか、もう実はなかなかネタはあげないよ普通は、新宿なんですよ、うん、新宿でじゃあテルミさんは、うん、誰の真似したんでしたっけ、僕はあの美空ひばりさん、美空ひばりさん、うん、じゃあ私は誰かの真似をして、そうそう、それでですね、うん、ここだからテラちゃんはね、あの僕は女でやりました北島三郎のさっきあの一応曲当てでも出た北島三郎さんの予作、ね、予作、函館の人にしよう、函館の人、うん、函館の人、どっちですか、え予作ですか、いやいや函館の人、函館の人、うん、はるばる来たぜ函館ってやつだな、いやでも今日は人が多いな、え
で人が多いからいいんだよ。そうですか。それあのなんか表前の素人みたいなわざとらしい口調やめてくれる。そうじゃないですよ。もう熟練なんだから。いぶし銀の技見せてもらいたいから。待ってください。期待してんだよもう。待ってください。え？今ね。だからテラちゃんが喋るときに必ずこの歌のメロディー乗せて言わなきゃダメなの。でね、ハンバーガーとポテトとミルクを買ってほしいね、これね。ハンバーガーとポテトとミルク。じゃあ用意。テレビさん。スタート。今ね。巻き入ってるからね。お客が少ないんですよ。え？お客が。お客いるから後ろでブツブツ言いながらもう始めた方がいいと思うな。いやそうですか。いやお客がね。意外に少ないんですね。あーそう。あでも急に増えてきたな、うん、じゃあちょっと行ってみますよ。まとまかどんな感じになるでしょう。何番目ぐらいに並んでるの今。今ですね、うん、2番目になりました。おじゃあいいじゃん。2番目それぐらい待つのはもう暗くないから。そうですね、うん、もういいよ。内臓入ってこれがもうラジオになる。メガネをかけてどっちかというとハンパン系の女性21歳ぐらいのですね、うん、勉強ができるぞっていう感じで。学級員タイプね。そうですそうです、うん、いいキパキとやってますね。前の人がなんか2品ぐらい頼んで、それでもうすぐ私の番に回ってますね。この人だとちょっとこれ歌うんですよね。うん、そうだよ。だから メロディーだよ。ね、ハンバーガーとポテトとミルクですよね。うん、そうだ。これハンバーガー、ハンバーガーか。ハンバーガーはあるある大丈夫ですね。あるある。いや、最近ほら種類が多いから。あ、いろいろあるからね。シンプルなハンバーガーあるでしょ。大体ですね、レジが5つありまして、うん、係の人が男性が4人、女性が3人ぐらいですね。あ、女のとこついてる。え、今女性だと思うんですね。まあ女の方がいいかもしれないね。いよいよ声の雰囲気もね。いよいよ私の場に参ります。テレビさん、これこの、あのネタ始まる前がドキドキしていいね。すっごい嫌ですね。いよいよいよ、なんか前の人がずっと終わらなきゃいいのにとか思っちゃうんですよ。いよいよ、これがいいのよ。やっぱ前期ってやつかな、ここで盛り上がる。僕の番になります、うん、行きますよ。僕の番になります。学級員タイプだ、怒ってそうです。ありがとうございます。お待たせしました。ご利用ください。いらっしゃいませ。ハンバーガー一つくださいな。ハンバーガーお一ついいね。なんか俺もう負けたな、これ。ポテトとミルクもくださいな。で、ハンバーガーセットでよろしいですか。セットですとポテトとお飲み物お付けしますんで、よろしいですか。いいね。ミルクも大丈夫ですか。大丈夫です、はい。じゃあこちらのセットでお願いします。店内でお召し上がりでしょうか。お持ち帰りで、すいません、とっても我慢が412円でございます。できなかったよ。それでね、悪いんだけどね、テラちゃん、チーズバーガーとコーラも買ってくれるから、ついでにな。こちらでお待ちください。申し訳ございません。すいません、誰も来なくなっちゃいました。やっぱ歌ってなくちゃ。すいません、もう来るあたりちょうどうまいぐらいに。ポテトを取ってるんですね。あとはチーズバーガーと何でしたっけ。コーラだよ。コーラだ。今来たぞ。すいませんね、チーズバーガーとコーラも一つ。え、チーズバーガーとコーラを追加でお一つ。そんなバカな客相手にしてくれるんだろうね。ありがたいよな。コーラの大きさはいかがですか。やっぱマニュアル通りっていうのは悪く言う人いるけど、そういうことはないんだよね。 M で、 M で、はい、失礼がない。いいな。お会計変わりまして751円でございます。もう少々お待ちくださいませ、ね、もうちょっとですと。いや、とても我慢ができなかったよって言わなきゃダメです。できなかったよ。くだらねえな、これ。メニューも取られちゃったな。誰もいなくなっちゃった。肉じゃがもできれば頼みたいね、もう一つぐらい。何を肉じゃが。こんなのないよ。ない。あるだろ、なんか言ってみたい。そうそう、それはありませんとか、なんかマニュアルがあるかとか。そうですかね、うん、すいません、すいません。はい、肉じゃがをお願いします。肉じゃがは置いてないんですか。しました。じゃあこれで結構です。それなんか河内屋菊水丸になってんじゃないかよ。北島三郎じゃないよそれ。確か1000円からお預かりです。ありがとうございます。早く食べたいな。じゃあそんなとこかな、感じとしてはな。うん、もうね、第一声でね、俺は負けたわ。あれ悪いけど、うん、寺ちゃん、それじゃあそっちで適当にやっててね。さよなら。というわけでございましてですね、とにかく電話受け付けてますから。
活てるてるワイド、あの思い出なんかを語っていただいて、東京03-3359-1134、ファックスの方は東京03-5269-1138、ということで今日は復活吉田照美のてるてるワイド、ね、なるべく俺にお世辞を垂れるように一つお願いしたいと、午後4時まで生放送ドゥエース。文化放送てるてるワイド。文化放送ニュースです。この時間は信州山永味噌がお送りします。報道部の夢が足りなくなったらお出かけください。仙台秋雲ホテル瑞宝。自分の家で森林浴。ヒロキと青森ヒバが調和する薬木住宅健康住宅は憧れの住まい。自然の恵みを暮らしに生かし、人と家の健康を願う注文住宅の中央住宅。医師クリニカ加藤和子です。プラークコントロールすれば虫歯は防げるそうです。歯医者さんが教えてくれました。プラークコントロールとは歯垢を確実に落とすこと。プラークコントロールのための歯磨きと歯ブラシが生まれました。医師クリニカライオンから。皆さん今日はお休みですか？来年の4月からは週40時間労働制となって土曜の休みが多くなります。例えば1日は家族のために、あと1日は自分のために。働く人の願い、週40時間労働制を応援します。労働組合の連合です。舞茸の季節到来。日頃のご愛顧に感謝して雪国舞茸が皆様に贈る商品賞金総額2億5000万円ワクワクダブルプレゼント。もっと知ってほしいから、もっと食べてほしいから、詳しくは店頭ポスターをご覧ください。美味しさ一番、雪国舞茸。てるてるワイド文化放送。いやー、復活テレテレワイド、こういう時数字調べてほしいですね。どのぐらいがっかりするのもいいしね、よかったらいいじゃないですかね。いろいろあのテレテレワイドの思い出かなんかをですねお送りいただきましたが、これは川口市はですね、29歳会社員の足立明子ちゃんからいただきました。何ですか？高校受験のあたりからヘビーリスナーとなってしまいましたね。高校受験では17、18かということは、やっぱり11年前、もうだテルテルの終わりの頃だね、これはね。アメリカンヒーローも出ましたし、稲刈りの話もしたことありますし、あとキャラクターグッズも結構もらいました。あ、それに今はどこにあるのか不明なんですけど、テルミさんのレオタード写真も持ってるはずなんですよと。今日これがあのテレホンカードになってますから、あのルミちゃん本当ね、文化放送第5スタジオでね、まあ、やってあれは結構良かったですね。うん、けどいつの間にか番組が終了していて、寂しかったです。いい加減な番組が終了、最後は普通聞くぜ。きっちりこう涙流すとこ聞いて見届けて、死ぬのを見届けて、やっぱねリスナーとかファンっていうのは最後ちゃんとあの見届けなきゃダメだよ。いい加減な判断だから、あんたにあげるのどうしようかな、一応あげようね。それからあのテレホンカード、世田谷区は27歳会社員の、鈴木ひろしちゃんのですね、僕が特に好きだったのは青春白書というコーナー、懐かしいですね。結城もいらさんね、もう女の子がですね初めてやっちゃった時の話をただ聞くだけなんですよ。もうそうするともうね、僕が一番覚えてるのはね、あの学校の先生にやられちゃったってやつ。それがね、あの体育用具置いてある部屋かなんかで、倉庫でね、すごかった。飛び箱の上で犯されちゃったって、どんなんだっていうね、あれはすごかったですね。だから結構ね燃えるものがありました、聞いててね。あとなんだこの人の思い出、占いとか体験とかいろいろあったやつですね。聞いていたのは小学校の頃だったんで、眠くていつも最後まで聞けませんでした。背伸びして聞いちゃうわけだな、小学校の頃ですから。もう小学校の高学年でもなかなかついてくるのはこれ結構大変だと思うんだけど、やっぱ多少背伸びする部分っていうのもね、番組要素としては必要だけど、今受けないのかなこれな。結局あのロストバージンものってのはその昔にあの中村芽子さんがね赤坂でやったのもありました。あれも結構俺なんか聞いてたぐらいですけどね。まあ番組はさらに続いちゃうよ。